今回は、進撃の巨人の黒幕がエレンであると気づいた、みんなの反応を集めてみました。それではどうぞ。少なくとも、島と外、じゃ死ぬ人の数が違いすぎる。エルディア人が完全に死滅すれば、巨人の問題がなくなるのも事実派。でも、そんな結末、納得できない。あらゆる提案を跳ね返す無敵のセリフ。黒幕と入ってもひそゆみるのご機嫌取りの奴隷に徹してただけだからな。悪魔、母親殺し、人類史上最悪の虐殺者。アルミンの奴隷やオリがクリティカルヒットしたのは笑った。エレンとユミルのカップリング二次創作が芸術にされたのは笑う。エレンはこういう判断したけど仮に不祥に諦めても、いずれこの時代でいう世界大戦起きて大勢の人無差別に死んでたよね。ウィキで見たら第二次世界大戦の死者は世界人口の 2.5 だって。ユミルは本命が王とミカサだっただけでエレンのことを軽く見てるわけではないと思うし、カプノー抜きでもエレン個人を特別に思ってくれてると思いたいよ。どっちだよクソ野郎に屈した奴隷は。エレンは確かに虐殺者だけど地ならしやなかったら虐殺されるのはパラディ島の方だったからね。2割も残れてよかったねとしか。大切なものを守るために悪魔になるしかなかった男。仕方なかったってやつだ。しかしすでに終わった作品なのに何度も語りたくなるのは作品のパワーがすごいな。せめて10年は引きずらないと。ライナーが真剣な顔してるとそれだけで面白い。地ならしルートに持っていくために実の母を殺してまで幼少時の自分自身を洗脳した男。エレンがハゲる家系だったら絶対ハゲてただろうな。両方生き残れるルートなんてなかったから殺されたくなかったら殺すしかないんだよ。過剰防衛にしか見えない正当防衛。アニメで1期1話の話をコンキちゃんと書き直してて驚いたわ。作画の違いが面白い。地ならしに巻き込まれた他の国はかわいそうかもだけどマーレに関しては自業自得すぎる。巨人の力で調子乗っていろんな国に戦争吹っかけて、とかやってること昔のエルディアと同じやんけ。だがマーレ以外の全世界が等しくエルディアを恨んでいてむしろマーレのエルディア人への扱いはかなり寛大な方だったんだ。美しいも強すぎる。結婚しよ。まあ百十数年前までは前までエルディア自体が世界でその力振るってたわけだからな。エルディア人を無垢の巨人にして襲わせてたらそりゃエルディア人へのヘイトもたまるだろうよ。この漫画サシャ以外みんな何らかの名言言うからね。不可死体もです。サシャだってなんかいいこと言っただろ。多分。肉。エルディア人部隊とかいなけりゃ過去の戦争も書物の中だけの話だろうに。パラディ島が存在し続ける限りは常に現在進行形で過去にはならないぞ。文字通りパラディ島に向けられた憎悪を返しに行ったんだよ。しそゆみるって願い事は一つしか聞いてくれないの？大陸のエルディア人が自分らの生存権のために進んで同族を殺すんだからやるせない。グリシャ2の顔というよりグリシャがエレン2になってない？俯瞰した見方をするのは2周目からでも遅くない。せめて転生先では完璧な幸せ人生を送れ。転移した後すぐにトラックに惹かれました。ジャンになら三笠を任せられる。いやだ、せめてアルミンに。やっぱり俺のこと最低10年は引きずっててほしい。何を書いているんだいジェンボ？そんなの嫌だ、ミカサに男ができるなんて、でも幸せにはなってほしい。ババアノックしろよ。墓参りは欠かさないし最後もマフラー巻き指輪もつけずに送っているんだからジェン。の器の大きさよ。ジェンはジェンでエレンのこと引きずるだろうから、ある意味お似合い。ジェン自身もエレンのことめちゃくちゃ引きずりそうなんだ。戦いそのものが自由だったんだよね。戦いの先にも後にも自由はなかった。未来は決まっているから変えない主人公って珍しいよね。10年は長いよエレン。エレン的にジェンの評価かなり高いからミカサ任せるに足る男ではあると思うよ。それはそうとして俺のこと10年は引きずってほしい。そもそもジークが獣継ぐ以前は報わせん力としては使われてないのかな。制御する術がないわけだし。止められようが止められまいがちならしやりたかったってかなりの危険思想だよな。誰でもそれに近い破壊衝動はあるだろう。多分あれだ。夜中に大雪が降った翌朝の真っ白で綺麗な新雪に自分の足跡を思いっきりつけたいの拡大バージョンみたいなもんか。巨人の脊髄液とか偶然口に入ることなんてないだろうしマーレが使い続けなきゃ過去の伝説になってたな。巨人になるメカニックさえ分かり合えばそこまで F する存在ではないんだろうけど、その分かり合うってのが最難関なんだろうな。パラディ島が残ってる限りそうはならんって。ジェンがエレンに憧れてたことを告白したのは美しかった。お鎖の夫人たちにはあまり受けてるイメージはないが。ライナーとジェンはかなりの男と絡まされてるぞ。ザックレイ相当は近くできないかっこ多分死に方をしたことまで含めて幸せすぎる。
エレンだって初代王の生産のためにやりたくもないことやらされただけだしな。初代王ってどっちだよ。生まれ持ったやりたかったことやったんだぞ。現実から目を背けるな。イフのエレンとミカサが逃避行するパターン好きなんだよな。どうせ未来で戦争起きるならそっちでただれた生活する方が良くない？そっち選ぶとエレン寿命近いし戦争起こってミカサも死んでしまうのが目に見えてるからな。エレンが救いたいのミカサだけじゃないからな。ずっと未練ばっかり残してフリッツ王を愛しちゃったユミルのせいというか。全部の決断権はユミルにあったみたいな描写だし大体ユミルが悪い。未練なくすっと死んだユミルとは大違い。ミカサは大事なんだけどそれと同じくらいアルミンも大事だから。ユミル成仏で虫もいなくなるからな。思ってた序列と違う。善にはミカサを頼むでもマフラーは取り上げないでくれ。あと指輪も渡さないでくれ。とかメッセージ残したのかな。この世で一番の自由を手に入れたもの。外の世界を自由に歩き回ったよ。少なくともマルチバッドエンドから自分の好きなものを選ぶ自由はあった人。人類の大半はそれすらないからね。なんでハッピーエンドがないんですか。ないもんはないから仕方なかったってやつだ。一応エレンも一縷の望みは残して最後まで様子は見てたけどね。美しくないから読者が単行本表紙や各種進撃コンテンツから妄想してねということじゃない。歴代継承者が自由を求めてきたと言われた進撃の巨人が一番の奴隷だったのは何の皮肉か。戴冠式で何も見なかったらどうなってたんかな。外の世界はパラディ島滅ぼせで固まってるし、マーレが攻めてくるのは確定だからまあ好転もしないだろう。ユミルにとって都合のいい男。遥か未来とはいえ結局パラディ島は滅んだぽいのが。マジでそのヨタは信じてんの？自由の奴隷。始祖ユミルが自分を重ね合わせていたのは奴隷的存在のエレンで、ミカサには初代フリッツ王の面影を見ていたんじゃないかって考察を見たな。いろいろと賛美されがちな自由に対してその代償をきっちり書くのが進撃のいいところ。下を出た時の先生はスレガの気持ちだったのだろうか。まあ自由を手に入れたのは読者が知らないエレンで主人公は奴隷なんですけどね。戦闘機とかが発達した世界で巨人の力が蘇ってもそこまで脅威にはならない気がする。巨人の力が消滅したとか言われてもいつ復活するか分かったもんじゃないしな。地ならしが来ても勝てるくらいの兵器を用意してそう。そして未来巨人は飛行がデフォになった。軍事兵器としての巨人は脅威じゃないけどテロの道具としてはとてつもなく有効だろう。さも観光ですって顔で入国していきなり市街地で巨人化して暴れて軍隊が到着する前に人間に戻ってトンズラってかなりヤバい。パラディ島助けるために地ならしするのも虐殺止めるためにイェーガー派殺すのも数が違うだけで一緒よ。イェーガー派は交戦状態に入った戦闘員じゃねえか。地ならしで文民を無差別大量虐殺するのとはわけが違う。他国と戦争より身内で戦争し滅ぼし合うのが美しい。これでこそエレンの犠牲が生きる。